カルチョファンタスティックを日曜日担当の日渡し幸太です。先日日本では見たことない、氷の粒みたいのが降ってきたのでそれを撮りました。ではどうぞ。いかがだったでしょうか。5ミリ以上の氷の粒を氷と呼ぶらしいので、氷なんですけども1センチ以上ある氷の粒もあったので、びっくりしました。では今回この辺で。